新型コロナウイルスの影響で薬局やスーパーではマスクが品切れで手に入らない状況になっていますそこで身近な材料で作る簡易マスクをご紹介します今日は自分好みの簡易マスクを作ります準備するものは歯切れ縦12センチ横21センチにカットしたものガーゼ縦20センチ横13センチにカットしたもの あとは30センチのゴム紐2本です。今回はガーゼを用意しましたが、ガーゼが家になければ着なくなった T シャツの生地でも構いません。まず、はぎれの上下を1.5センチずつ折り、ガーゼをはぎれの縦のサイズに合うよう折り返します。そして、はぎれとガーゼを上下縫い合わせます。 今回は手縫いですが、ミシンがあればもっと早くできますね。縫い合わせたら、ガーゼからはみ出た歯切れ部分にゴム紐を置いておきます。そして、歯切れを折って縫い合わせます。ここでポイントです。端を少し内側に折り返した方が、ほつれを防げますよ。最後は、折った歯切れを縫い合わせたら完成です。 あとは顔のサイズに合わせてゴム紐の結び目で調整してください。自分好みの生地を使うと楽しくマスク作りができますよ。ぜひ皆さんも試してみてください。